昨日あの人狼殺2の、まあ、テスト版がリリースされて、まあなんかねすごいねバグとかが多かったんですけど、なんか、まあ、そのバグも込みで、まあ、テスト版だからバグなんて多い、まあテスター側だから我々なんてね、プレイして、まあそこから、まあ、ちょっと荒い部分とか悪い部分を、まあ、運営がね見つけていって、うん、まあ、今後の正式版リリースのために、うん、まあ、情報収集みたいな形ですよね、テスト版なんで。ただそのバグがねなんか結構こう人狼殺1の時から多いですけど、2は2でめちゃくちゃ多いんですよ。でもそれはテスト版だからすごい楽しそうだなって思ってね私見てたんですよ。人狼殺の運営さんを、あ、これあの視聴者に向けての動画ではないので、人狼殺の運営さんあの見てますかね。私あの高田健志と申すんですけども、あのプレイできないんですけど、あのどうなってますその辺。なんかね、なんかあのツイッターで、うん、なんか事前登録とかもやってるじゃないですか。事前登録はねしたんですよ。でなんかテスト版はこっからあのメールアドレス送信してもらったら返信いきますみたいな形で、なんかフォームがねあるんですよ。フォームがこっからメールをお送りくださいみたいな、あのメール送った覚えがないんですけども、送ったことになってるんですよ。送ってないです私。まあわかんないね、もしかしたらあの記憶がぶっ飛んで知らない間に目をつぶった状態と変わらない状態でこのカタカタカタっと送ってたかもしれんけど、まあそれは覚えてないから、まあ、俺の記憶の中にある限りでは送ってないのに、なんかあの登録済みですって出ちゃうんですよ。でまあ仮にね、じゃあまあ俺が知らない間に送ってたとか、メールアドレス公開してるんで視聴者の方がね買って送ってたとしても、メール届かないんですよ。はい、折り返しのあのメール届かないとプレイできないらしいじゃないですか。どうやらね、あのプレイしてる方々から聞いた話なんで、私はまああのプレイしてない側の人間だからあのわからない。なんかどうやらプレイしてる側の人間から聞くと折り返しのメールが来て、そこになんか URL かなんか貼ってあるんですよね、運営さんね。うん、その URL ももうちょっと見てないから知らないですけど、見れないからね、メール折り返し来ないから。俺メールを登録しようと思って登録してますってなっちゃうしね、うん、あのバンですか私。違いますよね。まさかそういう感じじゃないと信じたいですけども、あのツイッターもね私のことフォローしますよね。好きですよね私のこと。ジルサさん、上さん、私のこと好きですよねと私は勝手に思ってるんですけど、多分ジルサの上俺のこと好きだろうなって。だったらちょっとプレイさせていただきたいかな。うん、あのバグとかが多い環境ってやっぱテスト版、まあジルサ1もね、正式版でバグとか結構ありますけど、まあバグだらけっていうのはまあさすがにないじゃないですか、ワンの方もね。テスト版のならではのバグの環境を生放送でとかでやってさ、みんなでバチャバチャやって動画投稿とかもしてさ、なんかわー面白いねみたいな、人狼ゲームとしてとか人狼殺2としてっていうか、まあこういう、あ、ゲームの開発途中ってこんな感じなんだ、わー楽しいみたいな形でね、やりたかった、やりたかったです。まあできないんですけど、やりたかった。だから人狼殺2の動画を上げたかったなっていう動画です、これはね。上げたかったね、人狼殺2の。まあでも正式版がリリースされたらさすがにできますよね、信じますよ、さすがにできますよね。まあなんで今ねできないのかちょっと混乱してますけど、まあ、2がリリースね、正式版がリリースされたらできることを私はね、本当に信じております。いやー、やりたかったなー。いろんなね、放送とかを見てですね、つい嫉妬で、なんか放送者に対してね、不適切なコメントを打っちゃいそうにもなった。正直に話すと。なんか楽しそうにやってるしさ、
まあ、人狼殺2の生放送やってる人何人かいて、まあ、チラチラっと見に行ったりしたわけですよ。いいなーって。あ、いいなー、俺もやりたいなー、羨ましいなーって。できないですよね。まあ、この YouTube で人狼殺1の方を放送してる人って、まあ、何人か、ね、まあ、何人かというか結構な人数いたんですけど、ほとんどの方がね、なんか人狼殺2ダウンロードできてるみたいなんですけど、あれなんか高田できないんですよね。いや、いいんすよ、全然怒ってないです、全然怒ってない。まあしゃあないのかなーって。まあもしかしたら俺がちょっとやり方間違ってんのかもしれないし、だから全然ね、なんかなんだろうね、怒ってはないです。まあ悲しいかな。まあ悲しい。まあやりたかった。素直に。なので、まあ正式版がね、リリースされるの楽しみになってますんで、運営さん、もしこの動画が運営さんに届けば、この動画のこの下の説明欄にあのメールアドレス書いておきますんで、メールください。